sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would.you
されました。今日のヒーローは高橋宏斗選手、そしてルーキー福永宏選手です。まずは高橋選手に伺います。今日のピッチングを振り返ってください。はい、初回はホームラン打たれてどうなるかと思ったんですけど、なんとか6回までまとめることができてよかったです。今日は高橋さんにとって WBC でのチームメイト山田選手、村上選手との対戦もありましたが、ノーヒットに抑えましたね。いや本当に船さんも天草さんもすごく警戒してましたし、いろんなデータを取ってそれを本当に攻めていきました。そして高橋さんの後を受けたリリーフ陣も踏ん張りました。どんな気持ちでベンチで試合を見ていましたか？いや本当にもう6回まで投げてあとは託そうという気持ちが最高でしたね。高橋さんの持ち味でもある三振も多く取れました。そのあたりはいかがでしょうか？はい、いいところで三振は取れたと思いますし、そうですね、今日は着替えに、ね、ベンチ裏に行くと山本由伸さんがもっとえげつないピッチングしてたんで負けられないなと思って投げました。3回チャンスで打席が回ってきました。どんな気持ちで打席に入りましたか？チャンスでここ最近出てなかったので、なんとかチームに点を取れるようになんとかしようという気持ちで行きました。プロ6試合目で初めての打点が決勝打になりました。今の心境はいかがでしょうか？ここ最近ピッチャーが頑張ってたんですけど、野手で点が取れなくて、ピッチャーには迷惑をかけてたんで、これからもっともっと点取れるように頑張っていきます。開幕から一軍での出場が続いています。大勢のドラゴンズファンの声援を受けながらのプレーいかがですか？そうですね、守ってでも打席でもすごく声が聞こえるんで、すごい後押しになってます。それではお二人に今後の抱負を伺いましょう。それでは高橋宏斗さんに伺います。ぜひ WBC 優勝の報告も踏まえて今シーズンこれからの抱負、ファンの皆さんへメッセージを聞かせてください。はい、開幕前から皆さんの応援がすごく自分たちに届いて世界一になるかと思っています。それを今度はドラゴンズの日本一に貢献できるようにもっともっと勝ち続けて頑張りたいと思います。これが初めてのお立ち台です。ぜひファンの皆さんへ挨拶も含めてメッセージをお願いします。新人の福永博樹です。これからドラゴンズをもっともっと勝たせれるように頑張りますので、熱い声援よろしくお願いします。ヒロヒロコンビですね。おはようございます。ヒロヒロコンビですね。
また変なの作ってるね。変なの作ってる。はい、ナイスピーロード。勝利投手緊張しました。また緊張しました。どうしていいか分からなかったですか。全然そんな感じしなかった。大丈夫ですか。できてました。あのプレーと同じぐらい堂々としてました。よかったです。選手、ファンに一言だけ、ファンの方々に一言をいただけますか。これからもっともっと勝ってヒーローになれるように頑張ります。よろしくお願いします。安定感覚、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今の気持ちはどうですか。はい、もう本当にやっと、はい、投げることできましたし、まあ今日は自分が試合前から佐々木朗希さんのピッチングを見て、すっごいピッチングしてるなっていうのを感じながらマウンドに上がりました。チームとしては4連敗で回ってきましたけど、はい、どんな気持ちだったんですか。どう思いますか。そうですね、本当にいろんな方からメッセージをいただいて、連敗阻止頼みますっていうのを、はい、インスタのメッセージをよく見てたので、はい、そうですね、そういった人たちの気持ちを背負ってと言いますか、まあ、止めるんだっていう気持ちはかなり強かったです。またあの5枚の先輩方が投げてる姿ってどうやって見てたんですか。はい、大野さんとかですか。はい、いやもう本当に先発ピッチャーはすごく役割を果たしてと言いますか、もう全力ですごく気持ちが伝わるピッチングをしてたので、自分も本当に負けられないなっていう思いが強いのと、やっぱり勝たないといけないなっていう思いは強く持ってましたね。あのさっきもあのヒールインタビューとかでもありましたけど、はい、あの味方だった侍ジャパンのメンバーとの対戦もありました。はい、村上選手も抑えましたけど、はい、どうですか。いや本当に哲さんも、まあ、宗さんも今日出てなかったんですけど、雄平さんも普通に投げたら打たれるバッターなので、そこはかなり慎重にといいますか、いろんなデータを元にして攻めた結果が、まあ、本当に自分の力じゃなくて、いろんな方がデータ集めてくれたりというところがあったので、そのおかげで抑えられました。またここからあれですね、味方だったのが敵になって長い1年が始まる感じですね。はい、そうですね、やっぱり勝負なので、そこはしっかりと自分も抑える気持ちを持ってやりたいですし、まあ、グラウンド離れればまあ、一緒に戦った仲間なので、そういったところは仲良くといいますか、楽しくやりたいなと思います。またあのそのピッチング、佐々木朗希投手、はい、山本由伸投手も今日登板でしたけど、はい、なんかやっぱ刺激になる感じ。そうですね、かなり刺激になりましたし、やっぱりあの2人のとの実力の差は、あの1点がすごく大きいと思うので、そこの差をしっかりと詰めていけるように頑張りたいなと思います。被安打は勝ってましたね。いやもうピッチャーはいくら無失点に抑えても、本当に点を取られて負けたら負けなゲームなので、そこはしっかりと、まあ、無失点で抑えられるように頑張りたいです。あとはあの侍ジャパンで多くの人に知ってもらいましたけど、はい、二宮さんの登場曲、はいはい、あれはどういう経緯で。いや本当になんかいろんなことを気にしてくれたのは僕自身分かってますし、なんか物も、はい、送ってくださったので、そういったところなんか感謝の形をなんか自分の中で表現できないかなって時に、はい、登場曲を変えさせていただきました。自分でこう選択してこれにしたいっていうことだったんですね。はい、実際どうですか、ここは使って。そうですね、当分、はい、ドームで投げる時は使いたいなと思いますし、はい、気に入ってますかなり。あの二宮さんリアクションしてたんですよ。あ、そうなんですか。なんかそれは見てすごい縁を感じるなって言ってたんで、はい、なんか偶然だったと思ってるのかもしれないですけど、はい、あえてそこは二宮さんの曲で。はい、そうですね、僕の中でなんか感謝をなんかグラウンドの中で表現できたらなとは思ってました。あのちょっとメッセージ送っときますか。いや、そんなおこがましいので、はい、野球の結果で知ってもらえるように頑張ります。わかりました。はい、じゃあここからも野球の結果見続けてもらわないと。そうですね、はい、ぜひドラゴンズを注目してもらいたいですね。あとはあの侍ジャパンの登板以来のバンテリンドームの登板、はい、だったと思うんですけど、今日の雰囲気はどうでしたか。本当にファンの声援が、ファンの方の声援がすごく僕の背中を押してくれましたし、すごく心強い味方がいるなと思って、はい、毎回マウンドに上がってました。入場者的にはちょっと今日は少なく、あの、侍ジャパンの時は少なかったですけど。はい、もう声援があの時以上に、あの時以上でした。はい、すごく感じたので、やっぱりドラゴンズのファンの方々はすごく温かくて、はい、好きですね。じゃあそんなファンの皆さんにまずはメッセージいただけますか。はい、
まだシーズン始まったばかりですが、ここからどんどん勝っていけるように、僕自身チーム引っ張っていけるように頑張りたいと思います。応援引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。では、はい、去年もやっていた儀式を、はい、覚えてますか。そうですね、あと100回できるように頑張ります。ドラゴン、ありがとうございました。ありがとうございました。1個だけ見てもらいたいのがあって、はい、これちょっと見てもらっていいですか。はい、ファミリーシリーズ。え、知ってました、こんなイラストな。知らないです、知らないです。そしてセンターを飾っております。俺よ、似てな似てなって似てないでしょ、これ他のメンバーどうですか。大野さん、ちょっと面影ある。タンケ似てる、ちょっとだけ。リュウ君似てないでしょ。岡林さんも似てないでしょ。似てない。全然似てないです。はい、なんか このイラストでいろいろこうなものが配布されたりグッズになったりってあるんですけど、そうなんです、ね、5月5日かな、3日間、はい、なんかこれ見に来てください。あんまり似てないと思いますか。あんまり似てない。全然似てないです。これどんどんあの他の選手も追加されてくる。あ、そうなんですね。じゃあちょっと似てる選手が増えるように頑張っていただきたいですね。はい、じゃあちょっと最後にこの、まあ、あの他の本拠地で試合もありますけど、宣伝していただけますか。はい、本当に今年のドラゴンズは一味違うところを見せたいと思いますので、選手全員が、はい、勝ちにこだわって頑張れるように応援よろしくお願いします。この3連戦は特に見に来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。